2010K9 は2010年に発見された地球近傍天体である。天然の小惑星ではなく人工物と考えられている。2010年5月16日、アメリカ・アリゾナ州で行われていたカタリナスカイサーベイによって地球近傍の小天体が発見され、2010K9 というカリュフ号が与えられた。この天体は地球と並走するような軌道で太陽を公転しており、 5月21日にガツ軌道のすぐ外側まで地球に接近した後、次第に距離を広げていった。2010K9 の絶対等級は28.9で、これは数メートル級の天体に相当する。また、観測されたスペクトルは、どの小惑星のスペクトル型にも属さない、得意なものだったことから、2010K9 は天然の天体ではなく、宇宙探査機を 地球の重力圏から脱出させるのに用いられたロケットの上部ステージである可能性が高いとされている。英国天文学協会のリチャード・マイルズは2 0 1 0 k q は1974年10月28日にソ連の月探査キルナ23号の打ち上げに使用されたプロトンロケットの第4弾だと考えている。2010年以降2 0 1 0 k q は 地球から離れていくが2036年に再接近する。2010年5月時点の推計では2036年から以後30年の期間に2 0 1 0 k 球は6%の確率で地球に衝突すると見積もられている。ただし、この天体のサイズは地球への大気圏突入に耐えられるものではなく仮に地球に衝突した場合でも地上に落下して、 大きな被害を及ぼすとは考えられていない。2010年8月までに 2010KQ はジェット推進研究所の焦点体データベースから除去されている。ありがとうございます。